夜の帳が降り、照明塔から強い光が放たれています。阪神タイガース対読売ジャイアンツ、この試合の模様を阪神甲子園球場から生中継でお届けしてまいります。タイガースは及川、ジャイアンツは戸郷の両先発です。解説は川上憲伸さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。相手がエースということで、これなかなか点を取るのが難しそうですね。まずはタイガースの先発及川が甲子園のマウンドに上がります。どんな投球をしてくれるんでしょうか。川上さん、先発投手としてはまず立ち上がり、うまくリズムを作っていきたいところだと思うんですが。そうですね、まあそうなってくるとやはり先頭バッターを抑えて初回に流れを掴んでおきたいところですよね。立ち上がりはどんな投手でもやはり不安はあるんでね。そうですね。さあ、どういった投球を見せてくれるのでしょうか。アウトコース、空振りです。スピードボールを持っています。いいボールでしたけどね。はい、ストレートわずかに外れてボール。さあどうだ、この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。バッターランナーは二塁到達。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー二塁です。そして打席には坂本が入ります。さあ、得点圏には先制のランナー。まあやはり先に点を取られるのは嫌ですからね、なんとかしのぎたいですよね。なるほど、そうですね。初球打ち、ファールゾーンを追いつくかどうだ。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。そしてバッターボックスには吉川が入っています。さあ、ワンアウトになりましたが、得点圏にはランナーが残っています。初球いいところに決まります。バットが空を切りました。これは手が出ないか、ストライクを取ります。すぐに追い込みました。外へのスライダー、ここは見極めています。打ちました。木浪一塁送球、ツーアウトになりました。さあ、チャンスを迎えていますジャイアンツ。ここで打順は4番の岡本和真を迎えます。昨シーズンの左ピッチャーとの対戦成績は166打数53安打、打率は3割1分9厘ということで相性の良さを見せています。さあ、このランナー2塁のチャンスでその相性の良さを見せることはできるのでしょうか。ツーアウトながらランナー2塁、バッターボックスバッター、これはどうか、三遊間抜ける、セカンドランナー3塁を回った、セカンドランナーホームイン、ジャイアンツ1点を先制しました。レフト前へのタイムリーヒット、1対0、序盤から先手を取られています。ここで先制点を奪われてしまいました。立ち上がりを攻められて先制点を奪われました。5番バッター長野、タイガース初回から先制点を許す形となっています。赤星さん、先発立ち上がりの印象としてはどうでしょうか。ちょっと乱れましたね。なんとか踏ん張ってここから立て直したいですね。なるほど、そうですね。初球から行きました。追い込んでいます。アウトローを外れます。ここは見極めました。振っていきましたが三振、スリーアウトチェンジ。2回になります。ジャイアンツの攻撃、打席には6番バッターの岸田。さて、タイガースの先発は及川正樹。際どいコースに送ってストライク。
スピードボールを持っています。これで追い込みました。ツーシーム低めに外れてボール、見逃して三振です。まず一つアウトを取りました。バッターボックスには7番センターオコエが入ります。昨シーズンは41試合に出場し119打数28安打6打点打率は2割3分5厘という成績でした。先頭バッターの岸田は三振、まずはワンアウト、打ちました。ピッチャーゴロです。セカンド取った、アウト、ツーアウト。ジャイアンツバッターボックスには8番伊豆口が入ります。ここは2024年に入団のルーキーがどういったバッティングを見せるのでしょうか。ツーアウトランナーありません。初球は際どいところに来ました。ストライクです。スピードボールを持っています。さあ及川、これで追い込んだ。今度も見送りましたが、これはボールです。打ちました。同じようにセカンドゴロ。中野一塁アウトでスリーアウトチェンジです。川上さん、まっすぐの走りなど含めて今日の先発の出来どのように見てらっしゃいますか。悪くないと思うんですけどね、やっぱり序盤で失点しているんで、まあここから持ち直してほしいですよね。なるほど。アウトコース見送ってストライクです。追い込んでいます。これは見極めます。見逃し三振、ワンアウトです。先ほどは長打を浴びてしまいましたよね。ええ、ここは低めを徹底して長打を警戒したいですよね。そうですね。及川、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。変化球タイミング合いません。ノーボールツーストライクです。このボールには手を出しませんでした。引っ張った高いバウンド、大山アウト、際どいタイミングでしたが一塁アウトです。前の打席はファーストファールフライでした。バッターの坂本、ツーアウトランナーありません。初球わずかに外れてボール、スピードボールを持っています。審判の手は上がらない。ボール、わずかに外れています。これはバットが泳ぎます。インサイド落ちました。これはどうだ、ピッチャーが取る、一塁アウト、スリーアウトです。4回に入っていきます。ジャイアンツ打順よくこの回はクリーンアップから始まります。先ほどは先制チャンスの場面であえなくショートゴロに打ち取られました。3番吉川です。タイガース1点ビハインドで迎える4回です。まあストレートを続けてもいいでしょうね。なるほど。ここは見極めました。バットに当たりません。三振、まず一つアウトを取りました。こちらが先ほどの配球になります。初球空振りです。まあここはね、際どいコースを攻めたいですよね。なるほど、そうですか。ボールになります。まあ次はボール球で勝負でいいと思いますけどね。はい、審判の手は上がらない。ボール、わずかに外れています。打ちました。ショートゴロ、取った、一塁送球します。ツーアウトになりました。打席には5番バッターの長野、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。はい、まあここはね、先ほどの決め球をどう使うかですよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。ツーアウトランナーありません。
今度は見送りました。変化球で空振りを取ります。スリーアウトチェンジ。5回に入ります。ジャイアンツの攻撃、バッターは6番の岸田。先ほどはストレートで見逃し三振に倒れました。ここもきっちり抑えたいですね。そうですね。タイガース1点ビハインドで迎える5回です。ボールになります。惜しいですね。いいボールでしたけどね。はい、ストレートわずか。変化球空振り。大川はここまで毎回奪三振が続いています。そうですね、今日も調子が良さそうですね。そうですね。際どいコースに送ってストライク。今度も見送りましたが、これはボールです。これで追い込みました。ツーボールツーストライクです。これはバットです。三振です。いや、しっかり低めにコントロールできてますよね。いや、素晴らしいですね。三振でツーアウトを取っています。先ほども打席はセカンドゴロ、8番の伊豆口です。2アウトランナーありません。これも見送りました。難しい球はストライクになります。低めは外れました。見逃し三振。豊川はここまで被安打2の1失点、毎回三振を奪っています。そうですね、やっぱり非常に球に勢いがありますよね。タイガース痛い敗戦となってしまいました。川上さん、やはり今日は相手がエースだったということで打線は相当手こずりましたね。そうですね、もちろんエース攻略の準備はしていたと思うんですけどね、今日はエースらしい投球で抑えられましたよね。ただ次はね、しっかり攻略を練って臨みたいですよね。はい、今日の経験を胸にぜひ次はリベンジしてほしいと思います。バッタージャイアンツ接戦をものにしました。一方のタイガースですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはタイガース敗れてしまいました。今日の解説は川上憲伸さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで甲子園球場から失礼いたします。